おしゃべりの大切さ。千葉中学校3年、矢田部彩香。最近、コロナ禍で人と直接会って自由に話せる時間が減ったと感じています。学校でも給食は黙食で、様々な場面で会話を控えるよう呼びかけられています。オンラインでは声は届きますが、視線が合いません。このような状況の中で、今まで当たり前だと思っていたおしゃべりを見直してみると、2つの良さに気づきました。1つ目は、ストレスを発散できることです。例えば、何かうまくいかないことがあったときに、それを人に話すと、少し気持ちが楽になります。これは、カタルシス効果と呼ばれる現象なのだそうです。また、落ち込んでいるときも、いつものように友達とくだらない話をして、たくさん笑うと元気になれます。このように人と話すことができないと、ストレスが溜まってしまうということを、休校を通して実感しました。小学生の時は、友達と密になって、話したり、笑ったりするのが日常だったので、初めて休校になった時は、特に寂しい気持ちが強く、ストレスを感じてしまいました。SNS でのやり取りもできなかったので、学校が再開して友達に会えるようになった時は、それはもうこれまでにないくらいおしゃべりの尊さを感じました。2つ目は、何気ない会話を通して他人の価値観や考え方を知ることができることです。ある時、友達と雑談をしていて、その中の一人が、差別かもしれない、偏見かもしれないけど、と念入りに前置きをしてから、男子、女子という括りを主語に話し始めました。この時の会話から、この人は一口に男子、女子と言っても人それぞれだということを意識しているのだなと感じました。このように気を使わずに話ができる場面だからこそ、その人の本当の価値観や考え方が見えてくることがあります。道徳の授業なので自分の考えを発表する機会がありますが、空気を読もうとしたり、正しいことを言おうと身構えてしまったりして、本当に考えていることがうまく言えないことがあります。だから、人のことを知り、より良い人間関係を築くためには、遠回りでも取り繕わず、気軽にできる会話を何度も何度も重ねていくことが大切だと思います。コロナ禍で友達同士の自由なおしゃべりは、不要不急とみなされたのかもしれません。しかし、このような非常事態だからこそ、少しでも人と話して不安を緩和することが大切だと思います。先の見えない状況でみんなが困っていると、少しずつピリピリしてきて、関係がギスギスしてしまいます。言葉にならないような思いも、人に打ち明けると少しは心が軽くなります。苦しい時こそ、周囲を敵に回さないで、苦しい気持ちを共有できる味方を増やしていくことが、大切だと思います。そのためには、普段から周りの人と気軽に話せて、信頼し合える関係を築いていくことが必要です。話すことはストレス発散に、笑うことは健康につながります。早くコロナが収束して、世界が平和になって、地球のみんなが気兼ねなく、心ゆくまで身近な人とおしゃべりを楽しめる、そんな時代が来ることを願っています。